エシシカカルル消費ををテーマにパネルディスカッションを行いますコロナ禍を通して地域とのつながりが見直され地域に注目が集まる中本日はエシカル消費自主宣言事業者から地域や関係団体との連携やアフターコロナを見据えた今後の取り組みエシカル消費を自分ごととして 取り組むための方策についてご議論いただきますコーディネーターは四国大学短期大学部ビジネスコミュニケーション科教授門泉様ですパネリストは板野町消費生活相談所高田文様 徳島合同証券株式会社代表取締役社長、泊健一様<手>徳島分離大学短期大学部生活科学科食物専攻准教授長尾久美子様<手>就労支援センターハーモニー課長 平石秀明様です。それでは門様よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。 先ほどの第1のパネルディスカッションは消費者志向経営がテーマでございました消費者全体の視点に立って消費者のニーズを考えまた消費者の権利を守ることを経営のど真ん中に据えるというのが消費者思考経営であるということを私たちは改めて確認をさせていただいた次第ですさあここからは第2のパネルディスカッションに移ってまいりたいと思いますテーマはエシカル消費です 私たちの毎日の消費行動を通して社会課題の解決に参画をしていくのがエシカル消費でございますそのエシカル消費をキーワードといたしまして地域の中でつなぎ合い結び合いさらには地域の力を培っていくことに毎日取り組まれ尽力をされていらっしゃいます4人のパネリストをお迎えいたしました。まずは お一人ずつ自己紹介を兼ねまして現在の活動をご紹介していただきたいと思いますそれでは高田様からお願いいたします失礼いたします私は板野町消費生活相談所高田文と申します本日はどうぞよろしくお願いいたします私は普段は地域の皆様の消費者トラブルや困りごとの相談を受け その解決のために相談員として助言や圧戦を行ったり消費者教育の推進など板野町職員として従事をしておりますまず板野町消費生活相談所とは平成22年に開所され当時より3人体制で電話や来所による消費者トラブルなどの相談を受けております相談を待っているだけではなく動く相談所として 相談員がご自宅に訪問して相談を受けるという訪問相談も実施しております平成27年には板野町消費生活地域協議会をいち早く立ち上げ町内の様々な機関団体と連携した見守りネットワークも展開している相談所ですえしっかり消費を推進する経緯となりますえ、まあ、推進するきっかけは平成29年 徳島版地方創生特区事業の認定を受けましたテーマの一つがエスカル消費の浸透でございましたので産業課消費生活相談所が主として普及推進啓発の取り組みを始めました当相談所は開設当初より消費者被害防止のための啓発講座を実施しておりましたので 消費者被害防止とエシカル消費と題した講座を展開することからスタートを始めました出前講座だけでなくワークショップやイベントそしてエシカル座談会の立ち上げそういったところに裾野を広げてまいりました出前講座と申しますのは地域の皆様のご要望があった際に様々な団体の皆様のところへお伺いし 消費者被害の防止の啓発を行ったりすることでございますその中でいろんな工夫をしながら今写真にも写っております地産地消の大型の紙芝居を作成するなどいろんなアイテムを工夫しながら出前講座を展開してまいりました町内で行われております様々なイベントにおきましてもそれぞれのイベントの内容に即した エシカル消費を啓発させていただきました板野町子もフェスティバルやアサンウォーキングフェスタ慶老会や成人式そういったところでの啓発です主に成人式ではフェアトレードチョコレートを皆様にお配りして成人の方々にもエシカル消費を知ってもらおうきっかけとなるようにということで展開をしております また、えー、と独自のの取り組みのエシカル座談会です。このエシカル座談会は、えー、平成30年に立ち上げエシカル消費に興味関心のあるさまざまな業種の町内事業者様や団体個人などが集まり意見交換や学びそして発信をする場として年間3回程度ずつですが開催をしてまいりました。 2020年にはバス研修として阿南市日成産業様や前、JA、衛徳島愛妻広場様などの現地研修もさせていただいたり昨年度は社会福祉協議会様と連携をしフードドライブなども実施をさせていただきました2019年9月に私どもの消費生活相談所開設10年記念式典を行いました 加藤先生にもご講演をいただいたんですが板野町内でエシカル消費の取り組みを行ってきた板野中学校や板野高校そして藍染市田村美奈子さんによる発表なども行わせていただきました毎年町内小中学校の夏休みの課題として消費生活に関する作品募集をしておりますそこで中学生や小学生の俳句やポスター エシカル消費に関わるさまざまの素敵な作品を募集をいたしましたそしてその表彰式などもこの記念式典でも行うことができました継続して行っている啓発では板野町広報誌須賀尾の中で平成30年からエシカル消費教室という織り込みの掲載を2年間産業課が中心となって行いました 現在は紙面中にアクション,ン SDGs という内容の記事も掲載をしております。特にこう連携をした事例ということで地域と私どもはさまざまな団体様団体様やボランティアの方々と連携を取っております。特に板野町教育委員会放課後子ども教室と連携している事業として藍染体験教室がございます。 藍染市田村さんのご協力で畑で刈り取りやまた生マ染めそしてすくも染めなど作品を作るところまでを一貫して夏休みに体験をしてもらうこの、えーきえー、企画についてはもう5年を私たちは一緒に取り組ませていただいております。また、えー、板野中学校様へ緑のカーテンの実施を依頼させていただいております。 板野町内の園芸会社様とまたライオンズクラブや板野町消費者協会そういった方々との連携を私どもから発案させていただき現在では夏休みに間に水やりをしたりというお手伝いを消費者協会様にお手伝いをいただくなど様々な連携が取れてきたと思っております。 私どもの啓発で一番に大切にしていますのは体験すするこことととででエシカル消費を身近にということです昨年のテーマとして「蜜ローラップ」を一つのテーマと挙げたんですがまず蜜ローラップ皆様ご存知でしょうか蜜ローラップをラップ代わりにエコなことを考えてみようという発信の一つでラップを作るというだけではなく生き物から学ぶエシカル消費 というふうにも連携づけて私ども相談員が自ら養蜂家さんに出向いて実際に蜂蜜の採取をしたり学びまた養蜂家様たちの苦労なども伺いそれを子どもたちに実際に伝えるそういった活動にしています。 そして最後に密漏ラップを作り家庭に持ち帰ることでご家庭でもエシカル消費に触れる機会を作ってもらおうそのように実践できるエシカル消費を私どもは提案させていただいておりますエシカル消費 SDGs 目標の達成に向けて私たちは消費生活の相談員として町民に寄り添って発信を続けていこうと思っております以上です。ごごご清聴あありりががととううざざいいまましした。た。 はい、板野町では本当に超上げて、様々な世代の方が積極的にエシカル消費に取り組んでいらっしゃる様子がよくわかりました。ありがとうございます。それでは続きまして、徳島合同証券泊まり社長お願いいたします。はい、あの徳島合同証券の泊まりでございます。貴重な機会いただきまして、本当にありがとうございます。えっ、ー、と今日あのお伝えさせていただきたいのは、えー、もうそろそろあの消費者のね。皆さん、あのものすごい。 企業の生殺与奪の件をお持ちでいらっしゃるのに。 あのあのどなたかにお任せされたりしてるんですけれどももうそろそろご自分の力に気がつかれて経済の主役に踊り出られたらいかがでしょうかということでお話しさせていただきます、えー、とキーワードはあのエシカル消費と SDGs 投資 SDGs 投資は ESG 投資とも、まあ、あの重なる部分もあるんですが、えー、ご案内のように SDGs は17のターゲットがあります、えー、もうピンンポイントで12の 作る責任使う責任これにピンポイントであの金融の,あの観点からお話を今日はさせていただければと思いますえー、っと今お金に意思を持たせるって申し上げましたけれども例えば皆さん方はあの日常生活で特に女性の皆様方はものすごいあの厳しく商品を見られてると思うんですあの安ければいいかっていう,っていう観点じゃなくて例えばあのこれをあの作って ってくれてる会社っていうのがなくなったら困るよなっていうところから選んでいかれると思うんです。ですので消費っていうのはあの将来の社会を作るもんだと思うんです。そうですよね。もう安いからって言ってもこうやってなんかあのよくわからんところからこうやってずっと買い寄ってそこの大事にしてくれあの本間の大事な社会を作ってる会社から買わないとこの会社なくなってしまうじゃないですか。二度と食べれなくなっちゃう。そういうようなところでやっぱりあの震災の後とかもう絶対これなくなったら困るよなっていうような商品を選ぶ というようなことがもうあの特に意識されていると思うんです。まあ、これをエシカル消費と言いましょう。で、あのそれだけじゃなくて皆様方にはあのもう一つすごい力がありまして、えー、それはですね今みたいな高い時買っちゃダメですよ。だけど暴落するときあのマーケットがあの年さ五年とかに1回ものすごい下がります。であのそういったときにそこの会社の えー、株式を買ううっていうことができるんですですのであの普段は皆様方がこうよりによったあのこの商品なくなってもうた困るよなってここほんまに体のことを考えてくれとうよなと子供のためにはこんなも食べ物を残さないかんよなっていうようなものを作ってる企業の商品を選んでいただきながら暴落した時とその,あの会社はいつまでもええことないんですよ7年ぐらいでサイクルがありますからその会社がいつもええとはかけらんで悪い時っていうのがあるんです。 あのそういう時に応援するためにそこの会社の株を持って長いことを持っているこれ ESG 投資かあるいは SDGs 投資と私は思うんですけどお金に意思を持たせていいんじゃないかなというあの生活消費者投資家になっていただきたいなっていうのが今日のお話です、えー、っとご案内のようにちょっと我々の,あの本業の話なんですけどこの100年間見てあの世界中の株式市場は平均して10%値上がってます この間にはね1929年の大,大暴落あのなんですか、えー、大恐慌の時も50%下がったんですけどこんな時も含めてでさえ平均で10%値上がりしてるんですそれを支えるのは、えー、1日16万人ずつ人口が増えてますですので今75億人ですけども2050人にはあの100億人になりますよね、えー、1日でにあの徳島県、えー、徳島市であのい 1>, 1週間で徳島県の人口が増えているその人たちは朝起きたら水飲みますご飯食べますエネルギー消費するこれが、えー、ずっと4%の成長を続けている原点でありますですので日常生活でお世話になっている商品を、えー、選べるような皆さん方がほんまにこれなくなったら困るなっていう商品を出していただいている会社のみ、えー、暴落の時買うと。 儲かるからって言って、あの持ってきても買っちゃダメだと思いますね。で、それでええー、といろんなことをしました。太陽光ファンドとか地域クラウドファンディングをつくるさんですね。あのあと、地域省エネクレジット、ペーパー、レス、カーボン、フレスセットいろんなことをしましたけど、全部これに集中あの収縮します。使う作る責任使う責任です。 えー、お金に意思を持たして、えー、消費者の皆さんも生殺与奪権を持たれてますからあの買わんかったらこの会社潰れちゃいますからねそういうようなもあの投票権を持たれてますのでそういう消費をしながらも暴落したりその会社がピンチの時にあのお金を入れると。 えっと少子高齢化批判されてますけどあの莫大な富が日本にはあります、えー、GDP で3万、えー、9300ドル、えー、中国なんかまだ1万ドルないしインドは2000ドルでちなみにドイツは8000万人でも経済成長してるぐらいですから2050年でも1億人の人口が日本には存在します、えー、徳島県の GDP はケニア一国に等しいのですが お金に働いいててもらわなくてはいけません、えー、働きがいも経済成長もとあるんですけど、えー、と預貯金に0.01でこうやって残念ながらほとんどの方はおられてますけど別にあの株式投資今するんじゃないんですよ。あの本当にあの普段はつあの応援商品で応援されて本当に暴落したりこの会社が大変な時だけお金を入れると。 どこでもあの長期投資はできますからねそうしたら東京よりはるかに安い徳島で、えー、この長期投資をやっていけばもう我々は山も川も海もすべて持ってますそこに世界一のものを持ってくればよいだけで例えばオペラとか芸術とか文化とか職を持ってくればよいとこういうようなあのお話でございます、えー、すみませんちょっと取り留めもない話になりましたがこれで貸し算させていたきます今日はどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました ね、すごく力強いお話でしたよね消費は将来の社会を作るお金に働いてもらうというキーワードをいただきましたありがとうございましたそれでは徳島文理大学短期大学部の長尾先生お願いいたしますはい、徳島文理大学短期大学部に参りました長尾と申します私たちの力消費の取り組みについて紹介させていただきます 徳島文理大学短期大学部生活科学科食物専攻になるんですけど私たちは栄養士養成施設となっております将来栄養士を目指す学生たちが平成27年から鹿肉を有効活用したレシピ開発について取り組んでおります食害によって捕獲されました科は10%程度しか有効活用されておりません90%が廃棄されている現状となっております そこで鹿肉をおいしく食べられるレシピ考案を考えようと思うんですけどまあ鹿肉というのはあまりあの臭いとか硬いとか言ってあまり敬遠されておりますそれを学生たちがレシピを開発することによって鹿肉を有効活用できないかということを考えて取り,組むことにな取り組みました主な活動内容といたしまして学生が鹿を取り巻く環境について。 理解を深めるために、食害現場に参りまして、このように画面のように。あのう、防御ネット張りを、あの体験し,しております。それから。解体施設に参りまして、加工施設に参りましては。このように、あのう、木沢歯科の加工施設におきまして、枝肉の解体。こういうことも学生が、あの体験しております。 で学生が考案しました鹿肉レシピというのは学生食堂で提供しておりまして平成27年から6年間学生食堂で提供してまいりました、まあ、エシカル消費を目指してエシカルあの鹿肉の普及効果を、ね、目指しまして取り組んでまいっておりますでまあ地域の連携といたしましては 中町にあります南剣地域活性化協議会様とか徳島県の森林管理所の方々の協力のもとにおきまして先ほどの、あのー、山なんですけど中町にあります標高線4 0 0ルぐらいありましてそこの南高城山というところで先ほど食害防護ネット張りそのような活動に取り組んでおります。それと学生たちが地域の方々と連携ししながらネット張りをし 普段体験することができないようなことをも体験することができましたということで学生のこれからの栄養士としていろんな食材を利用するということの協力力になったかと思っておりますこの今写真載っておりますあのお弁当なんですけど昨年はコロナ禍の関係でそれをテイクアせんできるようにと思いましてランチボックスに付け詰めましてあの提供しております。 にあの鹿肉の肉じゃがとか鹿肉とキャベツの追いマヨ炒めとか鹿のセサミアカツの味噌甘味噌かけとかこういうあのメニューを学生が考案しまして提供して結構皆さんに好評をもらっておりますまあだんだんあの平成27年からいろいろ取り組んでおりますけどだんだん学生たちの,あの調理技術も向上しまして皆さんに喜んであの まあ消費活動、とエシカル消費に,に向かっての活動内容となっておりますというようなことが私たちのあの提供、あのエシカル消費の取り組みの発表になります。まあこんな簡単でございますけど、そういう失礼発表いたします。よろしくお願いします。はい、長尾先生ありがとうございました。先生ちょっとあの会場の皆さんに鹿肉を召し上がったことがあるか聞いてみましょうか。 はい、それでは恐れ入ります。会場の皆さん、少しご協力ください。この中で鹿肉を何らかの料理で召し上がったことがある方、ちょっとお手を挙げていただけますか？あたくさんおるんですね。多いですね。たくさんあります。はい、どうもありがとうございます。お話では先生10%しか活用されてないんですね。そう言われております。そして鹿はね。すぐにあの屠殺あの？ 格しましてもすぐに使用できませんし、あの2時間ぐらいの距離を持ちましてから加工室持って参りますし、なかなかあの手に入りにくいし一般の使用できないです。皆さんたくさんお目にあの召し上がってるようなんですけど、ま味を分かっていただいて良かったと思います。栄養価も高いですしね、これからの高齢者とか高齢者フレイルもありますし、学校の成長期の子どもたちの給食にもしっかり利用できたらいいかと思っております。 よろしくお願いいたしますはいありがとうございましたそれではお待たせいたしました就労支援センターハーモニーの平石課長よろしくお願いいたしますはい就労支援センターハーモニーの平石ですよろしくお願いしますまずあのこのような機会をいただきまして感謝申し上げますそれでは就労支援センターハーモニーの取り組みについて発表いたしますハーモニーは藍住町の社会福祉法人両運福祉会が運営いたします 障害者総合支援法に基づく社会福祉事業所となります事業としましては就労継続支援事業 B 型というのをしておりますこの事業の対象者は働きたいという思いを持った障害のある方でかつ今の段階で一般の企業への就職が困難な方となっています 2003年のハーモニー開所時は主として身体障害の方を対象としておりましたが現在では身体障害のほか知的障害や精神障害をお持ちの方もご利用になっています。またその目的は将来的な就職のための訓練の場とそして支援を受けながら自分らしい働き方を見つける場という2つの面を持っております。 雇用の契約ではなく利用の契約によるいわゆる福祉的就労の場でいずれも障害を持つ利用者が主体となって働いています。事業の内容は ICT を活用した各種印刷やウェブサイトの作成をはじめ清掃作業やスイーツの製造販売などです。 中でも3年前より始めたクオンチョコレートの店舗運営は今後もその発展を期待する事業の一つとなっておりますクオンチョコレートは全国ブランドとして全国の障害者の就労支援事業所をはじめ引きこもりを支援する団体や障害児を持つお母さんたちの働く場など まあさまざまなエシカルな団体が参画して多様な働き方を推進しているチョコレートブランドになります。この就労支援事業を図る指標の一つとして利用者の賃金があります。福祉の業界ではこれを高賃と呼んでいます。この高賃は厚生労働省の発表によりますと。 令和元年度の全国平均が月額一万六千円程度で。実は徳島県が全国で一番高い県となっているんですが、それでも月額二万二千円程度となっている現状です。まあ、ハーモニーにおきましては、同年度実績で約五万一千円程度となりましたが、利用者の自立生活をする上ではまだまだということで、さらに向上を目指しているところでございます。 コーチンはその向上を目指すべき一つの重要な指標ではありますが重度の障害がある方の働きたいという思いに寄り添う場として考えるとそのコーチの額が全てないとも考えております。これからの多様な働き方を認めて可能にしていく社会を目指すということを思うならば企業に就職することはもちろん 推進すべきと考えますが一方で社会福祉事業所で支援を受けて働くということもまた障害がある方の働き方の選択肢の一つではないかというふうに考えておりますでこちらの方もご利用者のお一人ですがこの方は支援学校を卒業する際にその身体障害があることからご本人もご家族も 私は仕事をすするととといいいうことは考えててなかったと聞いておりますその時たまたまハーモニーに見学にいらっしゃってこれも当時ちょうど始めたばかりのクオンチョコレートの事業を紹介しましたところこれなら自分もできるかもしれないという思いからやっぱり仕事がしたいですというような思いに強く変わっていってその後何度か 体験を重ねられて、今では店舗でチョコレート製造の主力として活躍されています。で、障害者の自立を支援する、まあ、エシカルの消費として、えー、消費者の皆さんに選んでもらうためには、やはり、えー、上手な伝え方で、ネットや SNS も含めた発信の仕方が非常に重要である 思っております単に安いから福祉だからということで選ばれるのではなくてややはりりそのサービスや質で選ばれたいと思っておりますしかし一方で障害者支援であることまたハンディを持ちつつそこで働くことを選んでいる方がいるということも上手に伝えて選択する上での プラスの要素となるような活動を推進していきたいと考えています簡単ではありますが以上ですありがとうございましたありがとうございました 今板野町は行政そして消費者相談の最前線にいらっしゃるお立場からそして合同証券泊社長は経済的投票権を持った消費者経済的なお立場からそして長尾先生は学生と日々向き合う大学での教育のお立場からそして今お話をいただきました平石様は多様な働き方を常に模索していらっしゃるお立場 からつまりエシカル消費を地域の中で普及をし活性化させるためにはさまざまな主体がお互いに連携して協力し合ってその取り組みを進めることが大事だと思われますが皆様じゃあうちはこういうふうに地域で活動をして連携してこんな成功事例がありますよ。 とかいやいやまだできてないんだけれどもこんなことに取り組んでみたいあるいはこんな効果がありました何かそういった具体的な効果や事例あるいは提案などについてありましたら高田さんからお,お聞かせくださいお願いします。はいえー、失礼いたたたししますす、えー、先ほどにもまあ申し上げたんですがあの私たちは、えー、と消費生活相談を受け、えー、啓発 等もも行行うう消費者教育というものをもっておりますでそこに欠かせないのがやはり地域の学校であるとか教育委員会さんとの連携だと思っております。で現在教育委員会様とも連携を取らせていただいており先ほども申し上げたような放課後子ども教室さんとは、えっと、キーマンになる方とも非常に綿密に連絡を取らせていただいてことあるごとにシカル消費の教室やらさせてよとかいろんなことで連携を取らさせていただいております。で先ほども申し 上げたんですが藍染めの体験こういったものも非常に地域の方々のお力なしでは成功いたしませんでもともとコーディネーターとして放課後子ども教室を手伝っていらっしゃったいらっしゃるボランティアのお母様方また地域に先ほども申し上げました地域の藍染め師の方そしてボランティア で手伝ってくれる地域の方々のつなぎ役を私どもが入らせていただいていると思っております。でこのような連携をするにあたっては、えっとやはりあの密密な連絡打ち合わせを取るということがすごく工夫がいることです。 でまた継続をするということも非常にあの重要だと思っています。なかなかこううまくいかなかったなと思うことも当然あります。で、あの題材の持っていき方っていうところにもあのじゃあ失敗したかなって思うところもあるんですが、やはりえっと密密な連携を打ち合わせをし、連携を取り継続してやるということを一番だと思っています。その効果として連携することで新しい 輪が広が広っっててていると感じておりますなかなか少子高齢化で地域の子どもさんたちが全く知らないおじいちゃまおばあちゃまと出会う機会ってないんですがこういったところで一緒に藍染めの作品を作ったり畑で藍の葉を一緒に刈り取ったりそういった体験っていうのを地域で行うことができていることが一つの効果だと思っております以上です。 ありがとうございました。まずはボランティアとの連携、教育委員会との連携。さらには藍染めをはじめとする地域の伝統産業の方との連携。それにあたっては、打ち合わせを綿密にする、継続をするというキーワードをいただきました。ありがとうございます。泊社長、いかがでしょう。経済活動を通した、何か、はい、具体的なお取り組みがあったら教えてください。経済活動じゃなくてもいいですか。あ,ません <laughs> あの、えっ、ー、と、エスディ徳島エスディ未来会で、あの発表。 させていただいたただことなんですけど、えー、っと7年か8年前にほんまにもう一切食えんようになったことがあってあの6期連続赤字ってて大変なことになったことがあるんですけどその時にあのとある方がうちの会社に来て。 小前さんこれ会社の中むちゃくちゃ汚いでって神がむちゃくちゃ要器あるでって言って、えー、と神を捨てたら神が降りてくるとかってほんまかなとか思ったんですけど捨ててみてペーパーレスっていうのを取り組んだら一月つきで700万ぐらいえ年間で700万ぐらいコストダウンになってこれから V 字回復になったことがあるんです。これででなんですか、えー 環境にええことは経済的合理性があるっていうのをあのあのお話しさせていただいたことがありましたでたまたま SDGs 未来会議さんはあの月に1回あの当社でこうやって会をしていただいてるんですけど毎回毎回こうやっていろんな方が増えてきて何、えー、て言うんでしょうかもう常に新しいこう広がりをしていっていただいてます、まあ、横でずっと見,て見てみさせてもらってますでもう一,もう一あの場所を提供しているものの,あの一つにあのオペラがあるんですえっ、ー、と 夏の青波踊りが終わっちゃうともうちょっと寂しくなっちゃうねっていうんであのちょうどオペラも青波踊りも400年の歴史がありますんでひょんなことからあのオペラを応援させていただくことになってでたまたま今年はあのクラウドファンディングをつくるさんでやらしてもって300万。 集まったんであのそういうようなことをしながらあのものす、えー、っと人が集まるようなことをやってます。えー、っと当然あの、クラウドファンディングで集まった分っていうのは、えー、演者が今ちょっとコロナで大変ですから、なかなか仕事がないんですけど、そんな方がいっぱい来られると、で徳島でこうやってあの照明とか舞台装置ができる、お金が回る、そういうようなことをしながら、こうやってどん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 お金が回っていくっていうのをや,やらせていただいております。ありがとうございます皆さん 神ペーパーを捨てたら神ゴッドが降りてくるそうですなんかとてもあの名言でしたありがとうございますさあ長尾先生いかがでしょう永尾、はい、私のも今先ほどからもあの申しておりますけど学生がレシピ集レシピを考案しておりまして今レシピ集が48種類ぐらいできておりますそれを まあ商品化することでまあ皆さんにおいしい鹿肉を食べてもらおうっていうんで考えておりますしまたハラール食としても開発できるんじゃないかとさらに普及が進むんじゃないかということを考えておりますし自分ごとのこととしても鹿肉を食べることで健康維持健康保持もできる,できることもありますし。 あの、短い取り組めるエシカル消費ということを考えていただきたいと思います。私たち栄養士を用性、私も一応現場で栄養士をしておりました。で、特にあのいろんな食材をうまく利用して食べてもらう。栄養、あの計算したものが全部こう。中々入ってもらうっていうようなことが必要ということも考えまして、まあ、こういう歯科肉をうまく使うということで、学生に指導しております。先ほどは解体がありましたけど、解体したときに。 おいしいとこだけじゃなくて足のすねとかいいろろな部位がありますその部位もうまく利用してそれを加工してまあハンバーグに入れるとか春巻きに使うとかっていうふうにして食べてもらうしかる消費をするっていう,う考え方で献立に入れるような。 ことを皆さん学生に教えておりますで諸君とはるものといたしましたら食べれるものを上手に消費するということとまた購入したものを捨てないで全てを使うっていうこの考え方が大切と思っておりますそういうような指導で学生に取り込んでおります以上でございますありがとうございます捨てないことですねで本来であれば捨てられてしまうものを 活用するという創集姿勢を学生に教えてらっしゃるという話でした平石さんいかがでしょうもう少し具体的な取り組みや効果を教えてくださいはい、効果は、まあ、まだあの発展途上ではあるんですが先ほども紹介させていただいたチョコレートの授業はあのこれからさらに発展を期待する授業の一つですで私も店頭に、えー、立つことがあるんですけどチョコレートの多くの方が 大好きななんだなといこの事業はですね当法人も、えー、店舗ができる1年前ですか4年ほど前から参画をして、えー、させていただいてまして今もま全国の先ほど言いましたいろんな団体が手を挙げて参画していっているブランドなんですけれども今30店舗ちょっとぐらいあるんでしょうか。今年も 全国各地にオープンすると聞いていますちなみに四国ではうちの徳島店だけなんですけれどもそのお話を最初聞いたときにチョコレートってなかなか難しいと聞いておりましたしかし実際にその作業とか説明を受けるとそのなかなか障害を持った方っていうのは正確な早くたくさん作るっていうのは苦手な方が多いんですけれどもそうじゃなくて手作業で丁寧に 味のあるチョコレートをこうつけるんですけどそんな作業を見た時にこれは今までなかなか仕事に向いてないなっていう方も仕事ができるんじゃないかということをえ事業所の中で話し合ってじゃあさせていただこうということで始まった事業です実際に先ほど紹介しました方もその作業を担当されているとで今も仕事をされているという状態ですですんで またこのチョコレートも一回失敗したとしても一回溶かしてですねもう一度やり直せる何度もやり直せるっていうところが魔法の食材と言われているところですで先ほど言いましたようにチョコレートって大好きな方がたくさんいらっしゃるということで今後はですね先ほど先生がおっしゃってた連携という部分ではこのこれをキーワードに例えば今日ご一緒させていただいた 市町村さんとか企業さんあるいは学校関係っていう方々と連携して例えばお子さんたちのチョコレート教室をさせていただいたり企業にお邪魔してチョコレートの販売をさせていただいたり体験していただいたりとかまあ学生の方にも職場体験をしていただいたりというようなあの今まで福祉業界だけで連携をしておったものをこのチョコレートという食材を通して いろんな職種団体の方と交流させていただいたら嬉しいなというようなことを考えています。ありがとうございます。じゃここからは少しずつあの皆さんのご発言の中からキーワードを拾わせてください。高田さん、さまざまな地域の方と特に小さいお子様小学校中学校の方とエシカル消費の普及活動をされてるんですが参加された方の声。 どういうい感想だっったのかちょっと教えてください、はいえー、やはりですねあの特に藍染めなんかも、まあ、やったことないっていう子どもさんたちがやっぱり最初は多くてでお母様方も実際なかなか体験されたことがないという方がいらっしゃるんですがあのやってみてやっぱり楽しいしであの手がこう真っ青にね染まる先ほどちょっと映像があったんですが真っ青に染まるその手がみんな集まってすごく いい顔して皆様集まって喜んでくれる青い泡になったよって言って喜ぶ、まあ、そういったやっぱり実体験っていうところをやっぱりさせてあげたいということで子どもさんも親御さんも非常に楽しそうに参加してくださまた地域の方々もボランティアで参加した方々も非常に楽しんで参加をしてくださりあと一日が本当に有意義な一日であったそしてエシカルも学べたっていうふうに感想を伝えていってもらってます。 ありがとうございますやっぱりエシカルは体験で楽しむということが大事ですねでも楽しいんですが長尾先生やっぱりなんか困ってらっしゃること鹿肉を一生懸命活用してくださってるんですがここがちょっと困りどころっていうのがもしあったら教えてくださいませんか鹿肉があの量販店であまり手に入りませんよねそれが問題やなと思いますけどなんかあのもっと 解体所のと男か、販売の方が、あの、協力して、そると結構値段が高いんです。私たちが使ってたのは、県の方の補助がありまして、ああいう場所行って解体もしましたけど、それを次にお弁当の時に購入しようと思ったら、キロ当たり何千円もするんですね。それがもう少し安価になって、皆さんが使えるようになってきたら、いろいろ、あの、栄養的な菓子とか、いろんな方法で、あの。 私のところもあのホームページであの鹿肉の動画も出しているんですけど使い方とかも紹介しますし皆さん食べていただけたらおいしい料理ができるんですけどねそのちょっとそうなりのところがネックになるんでど何か,か方法がないかなと考えております。 地域の資源を有効に活用するというのはもちろんエシカル消費の基本なんですがなかなかまだそこには乗り越えなければいけない困りごとがあるというお声でしたでもね泊社長消費者はまだ経済の主役にはなれてないですか どのように思われます？ね、あのやっぱりね、なんていうんでしょうか、高度経済成長期ってあるじゃないですか。この時はあのお任せで行けたと思うんですよ。今けあの成熟経済です。アメリカとかヨーロッパがあの体験してきたとこと全く同じところあの日本は。 体験してるんですけど残念ながら体もむちゃくちゃ大きいのになんか小学生の服着というような感じでむちゃくちゃ不自由だと思うんですこれはやっぱり自分の好き嫌いでええと思うんです今までもみんな同じっていうんだったかもしれないんですけど私はもう何があってもこれを応援するここがなくなってもった困るっていうのは自分の感覚じゃないですかで特に女性の方がそれはもうあの優れられてると思うんですで「生殺与奪権を持つ」って言うたらんかちょっとうわ大行だなっていうんですけど、あのー、ちょっとまあ NHK のドラマとか見られてもねあの主人公はもう時代によってもう振り回されますよねだけど圧倒的多数の,あの消費者の皆さんって絶対的にびくともしませんじゃないですかで人数があの圧倒的な数を持たれてる方があのそんだけの力を持ってます経済ってそんなあの難しいことなかったっと明日の朝ご飯食べるとかものすごい大変なことが起こってあの世界中の中で ちょっと多めの方があの大変だったとしましまょうかだけど75億4900万人の人はっちだのはご飯食べなあかんじゃないですかこれが経済ですからなんちゃ変わらんのですだからそういう力をお持ちなのに、えっと、昔のままでおられるっていうのは もったいないなと思いますね。せっかくのチャンスなんかなと思います。そうですよね。エシカル消費っていうのは何を買うか、どこで買うか、どのような買い方をするか、それを考えるわけですが、そもそも買い物をする買うということは。 いいねの票票を投票する経済的投票権であるということを私たちもうちょっと自覚しななきゃいけないけですよねさあそして平石さん、えー、多様な働き方もうこれからは、えー、性別年齢障害があるかないか国籍宗教そういうのをみんな取っ払ってさまざまな個性のある方と一緒に働いていく世の中だと思うんですがどううでしょうまだあの徳島はそういう風土というのは根付いてないですかままだまだ これかからでしょうか徳島全体のことを私もちょっと把握はできてないんですがでも確実にあのいろいろな多様な働き方というのは進んでいるんだろうなと思います。先ほど言いましたチョコレート店でもあの発表でも触れましたけれどもある店舗では、えー、2階に障害児のお子さんを預かる事業所があってで、えー、そのお母さんたちがその1階にあるチョコレート 点で働くと何かあった時にはすぐに行くことができるその安心感があるとかあの先ほど言いましたがあの引きこもりの,の若者を支援する団体さんなんかは時間はあの決めてなくて来て必ず仕事があるとかそういうことを作っていくことであのいろいろ仕事ができると。 でうちでお仕事されている障害者の方もできることは人によって違いますけれどもその中で必ずやっていただける仕事があると来れば仕事ができるという環境を作ることは実はそんなに難しくないなと今は考えています。 はい、働く人の幸せと権利を守っていくそういう商品を応援するというのもこれもエシカル消費です、えー、皆様にはまだまだいろんなお話聞きたいんですが時間も迫ってまいりました。最後にですねパネリストの皆さん一言ずつ これからエシカル消費を地域の中で広げていく自分ごととして普及させていくためにはこれが大事っていうポイントを教えてくださいそれでは高田さんからお願いいたしますはい、失礼いたしますはい、えー、私はまあ相談員ですで消費者トラブルの啓発では、まあ、自分は大丈夫って思わないでくださいと言っています 引っかかる方は結構自分大丈夫と思ってらっしゃる方も多かったりするので,で自分は大丈夫って思わないでっていう言葉はシカる消費にもつながることだと思います。自分はは大丈夫だけど世界はとか生産者の方はっていうふうに思い返すようにあの私たちは分かりやすくまた事業者の皆様がいろいろ取り組まれている今日お集まりの方々のような事例をできるだけ分かりやすく地域の方にお伝えする役目だと思っています。であの身近に感じてもらえ なるように分かりやすい言葉で寄り添って私たちはけいえ、叱る消費を啓発を続けていきたいと考えております。以上です。ありがとうございました。それでは泊まり社長お願いいたします。はい、あのクラウドファンディングをね。こうやってあの,あの説明するときキーワード私3つ言うんです。えー、っと感動共感応援っていうんです。ほんで初めてこうやって人が動くっていうふうな説明するんですけど、えー、っと応援と。 あの儲けるっていうのはもう真逆なんですよ絶対儲けお金儲けたろうっていうんとあのと応援するっていうのは全くの真逆で自分に有利かどうかっていうよりもこれをなんとかして応援するっていうのがおそらくエシカル平石さんが言われたんですけど応援するっていうのってやっぱりもうあのすぐにあの何て言うんでしょうか応援共感して感動して応援せんかったお金って動かんと思うんであのこういうものっていうのが一番大事なんだろうなって思います。 ありがとうございいいままししたた尾先生お願いいたします、はい、私は先ほども申しますけどあの食べられるものを捨てないで使いすぎないあの買ったものを早く食べる特に鮮度のいいものを早く食べることで自分の健康保持にもつながりますし特に地産地消のものを食べるということは、まあ、徳島で作られた食材を徳島の人が食べるということは吸収的にも違うと思いますからできるだけあの 早く鮮度のいいものをいるだけ買って食べるっていうようなことで叱る商品に努めていただきたいなと思っておりますお願いしますありがとうございますそれでは最後になりましたが平石さんお願いいたしますはい、えー、先生が多分このような質問があると思って最初考えておったのは、えー、関心を持つことが大事だなということをえー言おうかなと思ってたんですが今日まあこのシンポジウムに参加していただいて自分に振り返ってみますとあのー。 障害者の支援については私があ携わっておるんで関心はあるんですけど実はそれ以外のエシカルのことについてそんなに実は自分自身が関心があるかという点が今日改めて反省をいたしました今日、えー、お話を伺った鹿肉もそうだし、えー、社長のおっしゃってたあ、えー、証券のこともよくわからないですがこれもエシカルなんだなとか。 もちろん行政で行われている活動もそうなんだなということで医師からというのはやっぱり自分だけじゃなくて、えー、いろんなところで行われているということを改めて知ることになってまずは自分そして自分の周りの方にそれを伝えていこうかなということを改めて思いました。 ありがとうございましたさあ皆様4人のパネリストの方々と一緒に学んでまいりましたエシカル消費でございますがエシカル消費は地方創生の起爆剤となります地域の中で人と資源と情報とお金をどのように循環させていくかこれによって地域創生は決まってまいりますこれからも徳島からエシカル消費を発信しながら何よりも地元 私たち足元の地域コミュニティを大事にしてまいりたいと思います、えー、ちょうど時間となったようでございます第二回のパネルディスカッションは以上としたいと思いますどうもありがとうございましたご出演の皆様ありがとうございましたご登壇いただいた皆様に大きな拍手をお送りください どうぞ皆様ご講談ください。